はい、こんにちは、吉田成政です。今日はですね、2011年のですね、8月の24日ですね。昨日ですね、テレビでですね、報道された、島田紳助さんの引退についてですね、いくつか語ってみようと思います。これはですね、紳助さんのファンの方も見ていただきたいですし、紳助さん自身へのメッセージもなるのかなと思います。そうですね、私ごときがってことなんですけども、そんな中でですね、昨日の、引退ですね、島田紳助さんの芸能界引退宣言のですね、報道を見ました。そうですね、自分なりに今日一日考えてみたんですけども、もちろんですね、ファンとしてですね、辞めてほしくはもちろんないですし、本当に辞める必要あるのかなっていうのもあります。いろいろですね、報道されて、まだわからないこともありますし、報道されたとしてもわからないことっていうのが、見えないことっていうのがね、あると思いますしね、事情がわからない僕がですね、あれこれ言うこともできないんですね、本来はね。で、ツイッターとかですね、掲示板ですかね、にですね、皆さん、いろいろ書かれておりますよね。で、それに対してのですね、反論っていうのももちろんいっぱい自分の中でも見ていながら出てきましたし、非常になんか、ネットですのでね、自分の、顔や名前が出ませんのでね、本当に好き勝手言ってるなっていうふうに思いながらね、見ておりました。こうやって僕が喋ってることも、好き勝手、逆の立場ですけどね、その応援する、残念だなって思う立場ですけれども、そちらの立場から言ってるんですが、それも好き勝手今言ってるわけですね。非常に残念なんでね、この動画も撮ろうかどうか迷ったんですけれども、撮っております。そうですね。で、僕の年齢からすると漫才ブームっていうのがね、あったことももちろん記憶にありますし、俺たちひょうきん族っていうのをね、完全にドストライクでの、世代なんですね。ですので、もちろん毎週土曜日の夜8時はですね、楽しみにして見てたわけですね。ただですね、紳助さんの注目したのは実はその頃ではないんですね。ここ十数年ですね、司会業をやられてからのことですね。これが決定的だったんですけれども、ダウンタウンの松本人志さんの、やってた番組で「笑いの時間」っていうのがありましたね。あれの、第1回ですね、「笑いの時間2」じゃなくて「1」の方の第1回目ですね。その放送放映でですね、紳助さんが出たんですね。YouTube の方でもですね、その当時のこと見れますんでね、ぜひ、皆さんもね、ご覧になっていただきたいなと思うんですけれども、するんですよね、いろんなゲームでね。で、その時に、水の中に顔をつけて、先に顔を上げてしまった方が負けっていうゲームがありまして、ゲームが4か5個ぐらいあったんですけど、そのうちの一つとしてそういうのがありまして、で、紳助さんが今思うと前振りなんですね、伏線なんですね。こう息止めて顔を水の中につけるのは苦手だと、この間娘と一緒にやったことがあったんだけれども、もう15秒ぐらいでもう息継ぎしちゃったよみたいな話を松本さんにされていて、で、僕もぼーっとテレビ見てましたんで、あ、そうなんだって思って見てたらですね、結局、松本さんが負けて、紳助さんも15秒どころか、もうすごい長いこと、水面にですね、顔をつけて、息を止めることができて、紳助さんの勝ちだったというのがありまして、
で、ずーっと息を止めて、やっと俊介さんが水面から顔を上げて、松本さんをスッと見て、どないしたんでしょうと言ったんですね。これ分かりますでしょうかね。前振りがあって、実は息止めることが得意で、で、君ら、なんかどうしたの？みたいな、ボケというかツッコミみたいのがあって、その流れですね。それを見たときに、いや、すごいなと思ったんですね。で、そのあたりから、あ、この人、なんか違うなというふうに思ったのが、本当に正直その時が初めてに近いですね。あとは、ひょうきん族のその、お笑いベスト10とかも、まあ、自分も子供でしたから、まあ、本当になんとなく見てただけで、ワイワイガヤガヤやる方を注目してたんで、見てたんで、そんなに紳助さんのね、司会ぶりがどうっていうことは、あまり注目はしてなかったんですけどね、自分がまあ大きくなって、大人になってですね、いろんなことが分かっていく中でですね、あ、この人はすごいなっていうことが、自分でも分かるようになってきたということでしたね。で、本もね、たくさん読ませていただいて、とにかくね、本の紹介もね、自分のブログの方でもしたかったですね。確か離婚されたのかな？なんかですね、家族がバラバラになったというのがあって、それに対してですね、紳助さんがですね、まあ、ハンバーグのね、肉とソースのバランスがいいのに、なんで家族のバランスがバラバラになったんだみたいなことを言ってたんですけども、まあ、その辺のですね、まあ、とっさのコメントの言い回しとかもすごい上手でしたし、まあ、そういった、まあ、ギャグとしての名言が多いですね。あと、例え話が上手ですね。例え話に関してはよくね、野球の例えがすごく多いんですよね、紳助さんね。僕は野球詳しくないんですけれども、まあ、野球であればですね、まあ、誰しもが知ってますので、まあ、そうですね、マイナーなスポーツとかそういったものを例えするより野球で例えをした方が、万人にね、分かりやすいというのがあったからと、ご本人がね、多分野球が好きだったということもあると思いますけれども、野球の例えを出すのがすごくね、多いですね。行列のできる法律相談所の中でですね、東野さんですね、トライアスロンに出るっていう時にですね、まあ、すごくね、1日何キロも練習で走ってると、で、それで、お前、お金もらってるんちゃうかみたいな話になって、もらってへんわなみたいな話になって、タクシーのメーターと同じ分だけお金もらっとるやろうみたいなことを言ってたんですけど、まあ、今、テンションの低い僕がですね、淡々と言っても全く面白くないんですけども、まあ、非常にですね、紳助さんがその場で、まあ、あの独特の話ぶりでですね、すると非常にね、受けたし面白かったんですね。とにかく例え話は上手ですね。あと、必ず感動的な話をしてもオチをつけますよね。ある程度一定の話をして、例えば、やっぱり行列のできる法律相談所なんですけど、東国原さんがですね、知事になられた時にですね、紳助さんが、まあ、いろんないいコメントをしたんですね。まあ、東はもう昔から違ったし、勉強熱心だったし、頭も良かったと。で、お前のその名刀で大根を切るなと。その名刀は大根を切るためにあるんじゃなくて、ちゃんとしたものを、まあ、切ってけっていう。一番東さんのことを素晴らしいと言って褒めていって、最後に話は一段落して、東、お前に頼まれてたコメントこれでええかなっていう風なオチをつけたんですね。必ずですね、まあ、自分のですね、これ僕の見解なんですけど、感動的な話とかをしている中、やっぱ照れくさいと思うんですね。非常にシャイな人だと思うんで。そこで、まあ、どうしてもオチをつけてしまう。もちろん、お笑い芸人ですから、オチをつけるっていうこともあるんですけど、まあ、お笑い芸人だからオチをつける半分、照れくささでね、感動的な話をした、最後にもね、オチをつけるっていうのがね、性格的な部分であったのかななんてね、思ったりしております。